担当番組が亡くなった娘、野村萬斎、TBS 日曜劇場初出演も、娘の野村さや子アナ消えたままで、局員どぎまぎ。狂言師の野村萬斎、57、が、4月期の日曜劇場、アンチヒーローに出演することが発表された。同作は、長谷川博己が演じる、主人公が殺人犯でも無罪にするダークな物語。萬斎は、長谷川と対峙する、検事正役で、日曜劇場を含め TBS の連続ドラマは、初出演となる。この配役に一部の TBS 局員がざわついたという。萬斎さんの娘さん、野村さや子アナ、26、です。彼女が今ちょっと局内で微妙な立場なので、このタイミングで父親がうちのドラマ出るんだっていう TBS 関係者。野村アナは2020年に慶応義塾大学を卒業後 TBS に入社。1年目から朝ちゃん、昼、帯を担当し、2年目にはテレビ、ラジオを合わせてレギュラー10本を抱える売れっ子に。だが、2023年に入ると、レギュラー番組を続々と降板。同年秋には担当番組がゼロになる事態に、別の TBS 関係者が言う。原因は度重なる遅刻によるものとされています。入社当初から時間にルーズだとは言われていて、特に朝が苦手らしいんです。過去に、朝ちゃん。を担当していた際は、出番ギリギリに、スタジオ入りすることも珍しくなく、番組スタッフは、ヒヤヒヤしていました。スタッフが携帯に電話しても連絡がつかないこともあり、彼女に、重要な番組を任せるのは、怖いという声は日増しに大きくなっていきました。父子共演で番宣できればよかったけれど、2024年4月1日現在、TBS アナウンサーの公式 HP によれば、野村アナの担当番組は空欄になっている。X、Q、Twitter と Instagram の更新も、昨年8月で止まっており、近況は伺い知れない。そこに来ての、父、萬斎の TBS ドラマ出演である。ドラマのスタッフも娘さんの話題を出していいのかとどぎまぎしていました。本来なら情報番組の番宣で萬斎さんが出て父子共演なんてことで話題作りができたかもしれないのですが、今はとてもそういう空気ではなくて。過去、野村アナは自身の番組を父親が見ていることを明かし、こんなエピソードを披露していた。毎日、父から LINE でアドバイスが送られてきます。今日の声のトーン良かったよ。フリップを持つ手はこの角度の方がいいよなど、話し方だけではなく、演出的な目線で、角度やタイミングなども指摘してくれます。一番細かくアドバイスしてくれているのは、父かもしれません。笑い。マイナビニュース2020年10月30日。アドバイスどころか娘の出演番組すらなくなった今、萬斎の胸中はいかに。